オタファの秘密基地さあ、レビューを始めようか。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダービルド、ボトルチェンジライダーシリーズ05、仮面ライダービルド、ファイヤーヘッジフォックフォームだ <laughs> これと同じ日に発売された、新しいライダー、仮面ライダークローズに関連するアイテムも発売されました。 こちらのレビューも合わせてみてください。それでは早速、レビュー行きましょう。今回で、ボトルチェンジライダーシリーズも、はや、第5弾。消防車フルボトル。ハリネズミフルボトルのベストマッチ。これが、ファイヤーヘッジフォックフォーム。トレードカラー、レッドと、ホワイトの、ハーフボディが中に入っています。パッケージの背面。遊び方もいつもと同じですね。 腰のボタンを押して手前にボディを引くとハーフボディに分かれます。劇中で見せた変身シーンを再現。ファイヤーヘッジフォックフォー,フォームの全身が映っています。左手に消防車のはしご。それから拳にはトゲトゲのある鉄球のような造形。今までのシリーズ同様特徴をちゃんと捉えてるのがいいですね。ボトルチェンジライダーシリーズ続々登場。今日は他のフォームと一緒にずらっと並べたり、 自由自在の組み合わせ遊び。これもやります。この辺は前やったかなお。ハリネズミとタンク。それから、タカと消防車があります。さあ、というわけでね、早速、中を開けます。あっけろあっけろせーの。中に入っているパーツは、ハーフボディのみ。 今回は武器などが特に入っていませんでした。それではいきます。変身。完成これが仮面ライダービルド。ファイヤーヘッジフォックフォームだおー早速見ていきましょう。これよーく見ると細やかな塗り分けがあるんですよね。かっこいいです。全体はこんな感じ。 パッと見たところ、そのフォームの特徴的な部分以外は、まあ今までのボトルチェンジライダーシリーズと大体同じ感じ。後ろ。早速近くで見ていきましょう。まずは頭部のアップ。これはモチーフになっているのは消防車。ヘルメットの部分などは赤い塗装なんですけども、この目に当たる部分は、これはオレンジですね。パッと見て色が違います。それから、 こっち側はハリネズミ。目の部分はシルバーで、造形がシャープになっています。で、他の部分はホワイトの塗装。胸部。このちょこっと飛び出た、トゲトゲした部分。ここは軟質パーツですね。ここも再現されています。反対側。こっちはメカニカルな造形ですね。ここをよーく見ると消防車のタイヤがあります。この辺とかは動きません。ここも動かない。 可動範囲は、頭部はいつもと同じように固定で、腕がね、あんまり大きく開かないですね。漢字としてはゴリラモンドに近い感じ。最大でここまで。で、肩がぐるぐる回って、肘、ロール、指、それから、はしごの部分が可動します。反対側。 ここいいですね。あのー、なんだろうな。全然痛くはないですね。あの、知ってるかなお風呂とか上がった後に、あの、足裏にこう、イボイボしたようなのがあるよね。あれの小さい版といった感じ。こんな感じ。劇中ではここのトゲトゲした部分が針のようにビーンって伸びてましたね。お腹の部分にはビルドドライバーがあって、フルボトルのところに塗装が施されています。足。 つま先の造形は、これ左右とも同じかなそれから後ろ。下半身の可動範囲。腰は動きません。足。まあ、これいつもと同じですね。足首。アクションパンチ反対側もパンチこのはしごの部分が長いので、とてもポーズ映えします。はしごを上に上げると、こんな感じ。 ボトルチェンジライダーシリーズは、まあ、今回のやつに限らずなんだけど、まあ、可動範囲は狭めなんだけど、この風に巣立ちさせる分には、僕は十分かっこいいと思います。ボトルチェンジライダーシリーズも、今回で第5弾というわけで、じゃーん他のフォームと一緒に並べると、このようになります。色鮮やかで綺麗ですね。この中で足りない色味としては、緑とか、あとはピンクとかね、そういうのがあれば、もっとカラフルになるかな。 発売された順番だとこうなります。BCR-01 ラビットタンク。DCR-02 ゴリラモンド。ホーク・ガトリング。ニンニンコミックに今回のファイヤーヘッジホック。この動画を見てる君はどれが一番気に入っていますか僕個人的には、あーやっぱり色味的には一番最初のラビットタンクフォームかな。 だけど、まあ、ホークガトリングとかもね、ウィングがあってかっこいいし、ビビッドな色合いのニンニンコミックもいいし、左右が大きく非対称になっているゴリラモンドとか、今回のファイヤーヘッジフォックもかっこいいよね。さあ、それでは、このね、ボトルチェンジライダーシリーズ最大のギミックといえば、このボタンを押して、ハーフボディに分かれますよね。今回の消防車、ハリネズミ、全部をちょっとやってみたいと思います。まずは、 ラビットタンク。これ面白い色合いになりそう。ビルドアップ完成ラビット消防車おー <laughs> これ、真っ赤あ、これいいですね。これはよーく見ると、ラビットの方が、これメタリックカラーなんですよね。塗装が施されている部分はメタリックになってて、成型色自体も消防車の方が赤みが濃いのかな。 まあ、ほぼ、ほぼ、<laughs> 真っ赤。足が速くて、ぴょんぴょん跳ねながら、このはしごのラダーの部分で攻撃するわけですね。<laughs> これ気に入りました。次、ハリネズミタンク。ビルドアップ完成ハリネズミタンクフォーム。 あーこれはなんだろうなあの、自分の感覚で言うと、こう、1号というよりは、こう、後から登場する2号ライダー的なカラーリングだよね。ハリネズミのこのパンチに、戦車の硬いボディで防御するわけですね。あ、これもいいわ。一緒に並べると、こんな感じ。次は、ゴリラモンド。ビルドアップ完成 これはゴリラ消防車。うん、まさに言葉的に言うと、こう、ゴテゴテっていう言葉が合うかな。こんな風に構えると迫力倍増。完成ハリネズミダイヤモンド。これはなんか防御力にすごい長けてそう。一緒に並べると、こんな感じ。さあ、次は、ホークガトリング。これさっきのパッケージにもありましたね。 ビルドアップ完成タカ消防車おおおおこれ、いいんじゃないでしょうかかっこいいさあ、そしたら、次は、ビルドアップハリネズミガトリングあー、これいいね。なんかこう、モノトーンな感じ。まあ、白とかガンメタルって、まあ本当に何にでもこう、合いますよね。 ホークガトリングと組み合わせるとこんな感じです。さあ、そして最後はニンニンコミック。ビルドアップ完成忍者消防車おー、これは、あの、これすごいエグい色ですね。これも忍者のこのマフラーの部分と、はしごの長さがこう、同じぐらいの感じで、 こうパッと見のシルエットはすごくマッチしています。そして、これ。ビルドアップ完成ハリネズミコミック。ああ、これも悪くないですね。なんかこう、枯らしとマヨネーズみたいな <laughs> 感じ。2体を一緒に並べると、こんな感じです。色い々ろいろ組み替えてみて、一番気に入ったなっていうやつが、これだ消防車はラビットとの組み合わせ。 ハリネズミはガトリング。これはパッと見た時のインパクトがすごかったですね。同型色がこう一緒になってるっていうところと、このモノトーンの色合い、それが気に入りましたね。こんな風にね、色々変えて遊ぶと楽しいです。というわけで今回の仮面ライダービルドボトルチェンジライダーシリーズ05、ファイヤーヘッジホックフ,クフォームのレビュー、いかがだったでしょうかまあ今回で第5弾ということで、遊び方もまあ大体いつもと同じです。 あとはこのボトルチェンジライダーシリーズのレビューの時に何回か言ってるんだけど、まあ、これ1個よりもね、2個。といった具合にね、複数あると、なお楽しいんですよね。ま、さすがに5個全部買うっていうのは大変だと思うんだけど、まあ、2個ぐらいあるとね、より楽しく遊べます。<laughs> 気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。オタファの仮面ライダービルドのレビュー、もっと見たいなという方、チャンネル登録や、熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんな靴でも結構です。 おータファー、僕これが好きだよ、とか。あ、さっきのフォームチェンジいろいろ変えたりする遊び楽しかったね、とか。仮面ライダークローズのこのボトルチェンジライダーシリーズ、早く欲しいね、とか。他にも今回のおもちゃのことや劇中の仮面ライダービルドのことなど、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おーたでした。あ、他のおもちゃのレビューも合わせてみてね。またねー。